あ、私が来た。おかえりなさい。危ない。あざす。抜けないわもう。抜けるわ。そのペオンない時でもお姉なの。必要ないであろう時もお姉になってる。そうなんだよね。抜けなくなっちゃうのよ。いやー、なんかくるみちゃんとの絡み多いなと思ってます。お待たせ。一緒に行動する時間が長いからな。そうそう、もう自然と仲良くなっちゃうのよ。もう仲良くなれ、どんどんなれ。なれなれ。そう、でも仲良くなってもらおう、もう任せちゃってる感じはあるな。いい道のあるな。いいんやで。さかなくんももっとこっち絡んでこいよ。そうよ。いや、多分あの可憐な、おそらく女子高生くらいの年だから、多分こう近寄っちゃいけないみたいな。近寄れないみたいな。おっちゃん。もう24歳だから。私ね、APP8 なんで。自信がなくて。まあ私は一切気にすることなく、そのなんか鍵穴あるの一瞬ビクッとしたくらいで、何も情報知らないからね。そうなんだよ、一人だけ。だから逆にそれもあって、ね、そう、気にすることなく絡みに行けるとこはあるわよ、うん、確かに。なぜか知らないけど鍵穴ある困ってる女の子って感じだから、うん、うん、なんか怪我じゃないのね、あれ、何かしらって怪我にしては鍵穴すぎる、うん、葵ちゃんはそれを知らない。誰からも教えてもらえないっていう。そう、いや、言おうと思ったら止められるんだもの、だって何も何も入ってこねえ。ロールプレイに全振りしすぎよ。全力でもね、やってたらもう気づいたら話どんどん進んでる。お待たせしました。はい、ありがとうございます。マジでね、こういうシナリオやるとね、本当にね、NPC にどれだけ感情移入してもらえるかはキーパーの腕次第だから、うん、頑張らなきゃいけない。もうすでにだいぶ人気者っぽい、ね、私はもう大好き。あとね、めっちゃ嬉しいですね。 それね、一番嬉しい。もうだいぶ癒しになってますよ、ね、存在が。ともみちゃん可愛いよね。ともみちゃんも首かしげるだけでコテンっていう効果音が鳴るっていう。そう。つぼみちゃんって APP どれぐらいですか？ APP どう？確か16とか。わお、かわいい。美少女。あ、ちゃんとあるんだ。ね、APP は、あ、書いてねえわ。でも16か17ぐらいですね。わお。あ、そうでしょ。そうよな。ヨシオの2倍。ヨシオ2人分。2人分の。ヨシオ2人増えてもヨシオないよな。こっちが2人いるだけ。もうね、なんか おばちゃん心みたいなのが目覚めて、いっぱいこうクリスマスプレゼントとかあげちゃってるし。もうね。ね。さっきあげてたしね、香水すでに。そうそうそう。違う、お姉さま心よ。ないないない。姉様。姉様。言い直した。いや、水木さんが一番ロールプレイ困ってるとは思う。うん。いや、難しい。ダンス困ってそう、あの人。困ってるだろうな。周り濃いもんな。周り濃い。一人だけ別の仕事を受けてるからね。うん。うん。まあ、どうするつもりなのかは分かんないけど。いや、もう大変よ。大変よ。そう、申し訳ないけど事情知らないから、もうマジで知らん感じでロールプレイするからね、私はね。キーパーがつぼみちゃんを可愛くロールプレイするたびに、あの、ゆずきさんの心が蝕まれてるから。いや、確かに余計あの鍵を握る手が緩むから。うん、このために頑張るんで。しかも海外事情知ってるからね。そうなのよ。そうなのよ。いやし、多分一番行動の責任あんの夏目なんよな。まあ鍵を握ってるのはあなたなので、文字通り、うんうん、本当に物理的に、うん、物理的に。2000万よ、2000万。2000万を取るか、ゴミを取るか。よし、
じゃあ準備大丈夫ですか？治療開けましたか？再開しても大丈夫ですか？はい、はい、はい、大丈夫です。はい、ハンドアウト研究ノート2022年2032年、その日記は10年前から始まっている。ノートには膨大な量の情報が記述されており、走り書きも多く、全てを読み解くことはできない。以下は特に重要と思われた箇所の抜粋である。2022年10月15日、アルベートプロジェクトの探査船が事故で所在不明となったと聞いた。近くプロジェクトも解散するそうだ。なぜか行方不明者が出ているというのは少し気になるが、これはチャンスだ。彼なら余るほどある。探査船の場所さえ割り出せれば捜査権を入手できるかもしれない。そうだ、これはチャンスなのだ。挑戦してみる価値はあるだろう。10年後2032年4月1日、アルベートプロジェクトの元メンバーであるというスーツの女が会いに来た。新田ほのかと名乗ったが、そう答えた後に気色悪くニヤニヤ笑っていた。おそらく偽名だろう。不快な女だが、あの感覚は何だろう、どこかで昔あっただろうか。そいつは私の直面している状況を不可解なことに、不可思議なことに全て知っているようだった。状況を変えたいのならばニートン化学工業を調べろという。一体何がどうなっているんだ。2032年8月9日、激しく文字が乱れている。なんということだ。私は知ってはいけないことを知ってしまったのではないだろうか。しかし私がやるしかないのだろう。必ずやり遂げなければ。2032年10月15日は何やら図や地図のようなものが書かれているのみです。といった感じ。おお、アルベートプロジェクト。何でしょうね。地図みたいな、はい。ちょっと待ってくださいね。また、ノートをパラパラとめくってますと、ページの隙間から何かの紙が左と床へと落ちました。拾い上げてみると、それは赤城総合病院のパンフレットだとわかるでしょう。あら、お、病院、うん、病院のパンフレットが見つけました。見てみますか。見るわ。うん、見ます。はい、パンフレットを調べてみると、パンフレットの端の方に、鳩の作用産婦人科看護婦西沢、とボールペンで走り書きがされていることに気がつくでしょう。名前が2つ出てる。あ、なの？加藤のさよさんっていう産婦人科看護婦さん。名前、ハトのさよ産婦人科の看護師の西澤さんじゃないかしら、これ。なるほど。まあこれは赤城総合病院のパンフレットに書いてありましたね。でも赤城総合病院の産婦人科ではないのね。そうね、どういうことかしらね。確かに。そもそも産婦人科ってことは、なんかこう妊婦さんとかこう子供とか。ね、あの女性とかいうイメージがあるけれど。そうよね。柱教授にお子さんおりはったんでしょうかね。でもなんか話を聞く限り人とあんまり関わってないような感じがしたけど。独身男の匂いがしたわ。ネクラなボンボンって感じやもんな。なんか散々な言われようですね。いや違うわよ、狙ってるのよ、狙ってるの。褒めてるの、褒めてるの。褒めてるの。すいません、ちょっとあんまり詳しくなくて、どの辺が褒めてたんでしょう。いや関西ではこれがその褒め言葉になるのよ。あ、なるほど。あの京都の習慣みたいなやつですね。あ、そう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 。あんさん偉い、頑張り張りどすなみたいな、なんかそんな感じ。なんかどすってつけていけば全部怖くなる京都弁の、なんかそんな感じのやつですね。そう、そういうこと。そうそうそう、わ、はい、かりました。なんか悪い大人たちでごめんね。え、悪いんですか。ちょっと気にしないで、あんま、あの7割ぐらい流しといていいかもしれないわ。あ、7割ぐらい流しておきますね。そしてつぼみちゃんが汚れちゃうかもしれない。ちょっと危機感を覚えちゃった私。これちょっとつぼみちゃんと今くるみちゃんとかがわきあいあいとしてる間に、
はい、じゃあ夏目さんにこそこそっと、うん、あのつぼみちゃんもしかして教授の娘とかじゃないかっていう話をしたいです。この病院で生まれたつぼみちゃんとひっそり文通をしてたとかじゃないかしらっていう仮説を立てます。まあ、仮に少女が人間であると仮定するなら、うん、そうなのよ。その首の裏の仮定するんだよ。でも何か首の裏の鍵穴がどう説明つけるのかちょっと今のところ難しいけど、うん、まあでも産婦人科が関わっているってことは、まあそうだね、人の命が関わってるっていう仮説をちょっとポロポロと、まあ、娘なのかもしれないっていうのも一つあるのと、その彼の研究日誌がに書いてある金なら余るほどある、うん、それがちょっと気がかりで、うんうん、確かに、そう、依頼元が前金で1000万を渡せるっていうのは、うん、そこと関係があるんじゃないか、うん、だからそのカシダに合わせることは実は良くないんじゃないか、うん、私もそんな気がしている、うん、だからその黒ずくめたちを雇うことも増さないぐらいの大金、うん、その探査船がこの少女に関係しているんじゃないか。ただ文通をしていたんだったらなんでわざわざ探偵を雇う必要があったのかしらってところよね、うんうん、会いに行こうと思えば場所を聞き出して探すこともできるはず、うん、そうなのよね。だからそこの辺がわからないけれどやっぱり病院行くべきかしら、そういったところでですね、病院と、うん、はい、お、あなたたちの耳を不思議な音を捉えます、はい、グーっていう音がつぼみちゃんのお腹から鳴りました。あら、お腹空いちゃったわね。腹の虫ってやつか。もう昼だものね。ちょっとそうですね、お腹空いちゃいました。そうだよね。まあここで得れる情報も多分もうこれ以上は出てこんと思うし、うん、一旦喫茶店に戻って、うん、綺麗にしましょうか。うん。育ち盛りだからいっぱい食べなきゃ、ね、整理するなり。確かにね。うん。え、この大学近くにはご飯屋さんとかないんですか？やってない？まあ、あります、どんだけでもありますよ、うん、空いてますか？まあ空いてんじゃないですかね。うん、お、食べてく？アルキュアリ、アルキュアリ、まあ、ただ、渡辺くん、車はどこに？車は電車で来たから置いてきてるね。うちどこよ。いや、喫茶店に、喫茶店に。ああ、うちか、うちか。車さっきね、こう何だっけ、水没の地図もらったから、うん、車でも動けるからどっちみち喫茶には帰らなきゃいけないのかもしれないわ。そうね、うん、じゃあ喫茶帰る。ちょっとさっきからなんで買ったことだ。あ、ごめんなさい、ちょっと。さきさんの手料理でも。そうね、私も手伝うわよ、つばきちゃん、うん、あ、お願いするわ。じゃあその、あの、私食べてみたいものがあるんですけど。あら、何が食べたいの？そうですね、そのオムライスってのを食べてみたいんです。あら、私それ得意よ。よっしゃ、任せとき、お兄さんがたこ焼き作ってあげるから。違うじゃない。じゃあ、渡辺くん一緒に作ろうか。よし、私がドレープオムライス作ってあげるからね。たこ焼きやったかしら。間取ってタコライスでええんちゃう。間なの。たこ焼きで、たこ焼きでオムライスボール作ったらいいんじゃないかしら。ああ、なるほど、じゃあ明石焼きやん。みたいな感じのことを和気あいあいと言いつつ、喫茶に、あなたたちは電車に乗って赤切駅に戻るって感じですかね。はい、はい、はい。で、夏目くんは渡辺の車のトランクに置いてあったたこ焼き焼き器を発見します。まだあるんだ。まだついてない。残念ながらまだついてないんですよ。まだついてないんだよ。あら、いや、怖いそれ。いや、ちょっと、ほんとやだ。え、ほら、男は、ちょっとホラーだから言ったじゃない、もう。ちょっと、ただの BGM ですけど。
夏はね、フラグ破壊しは早いよ。はい。でね、PG を探してるので少々お待ちください。はい。BGM だけ先に流しやがって。いや、盛り上がる。フライング。予兆してるよな。本当に。フライング。電車の場面にちゃんと切り替えたあたりで、あってなったわよ私。あるんだろうなシークレットダイスって。あ、いやみんな大好きでしょシークレットダイス。そうね、大好きよ。大好き。やったーシークレットダイスだ。震え声みたいな。よし、ではですね、あなたたちが電車に乗ってわきあいあいと移動してますと、全員目星どうぞ。目星。俺すぐそういうことさせる。なんかみんな好きでしょ。あら何も見えないわ。うわ。おお。失敗。いやいいのか悪いのか分からないなこの目星。怖い。気づきたくない。はい。じゃあナキさんが気がつきますね真っ先に。はい。ナキさんは電車の床が突然黒い穴が開いたなって思います。覚えたくない。はい、ナキさんの安全で床にこう黒い丸い穴がいきなりポカッと開きました。はい、みんなに伝えたりします？いや待って、どうしようか、伝えた方がいいかな。いや伝えます。はい、では、伝えられた全員が女バカなって感じで振り返りますと、床に丸い黒い穴が開いており、そこから異形の何かが出てきます。もう早速。あら、はい、出てきたその何かは辺りをぐるぐると見回すようにして直後ハサミをカチャカチャと鳴らしてあなたたちの方へと向かってきます。戦闘開始です。戦闘あるんや。スペシャルなんで何かボーナスください。はい、何がいいですか。じゃあこのラウンド一番最初に動けることにしましょう。あ、はい、一番最初に気づいたんでね。はい、それはそれで困るけど。これ成功してる夏目は別になんともないって感じですか。あ、なんもないけど全員見たのでとりあえず30球。なるほど。ああ、そうだよな。成功よ。お願いします。お願いします。お願いします。成功すればいいからな。お願いします。あ、成功。失敗した。はい、では成功は減少なし、失敗は 1D6 の減少です。1D6 割とある。いやそりゃそうだろ、異形なものだぞ。高学力の特殊の塊みたいになった甲殻類みたいな生き物ですね。危ねー。羽でブーンって空を飛んでます。はい、濁って倒せたっけ。では3点4点発狂はなしで戦闘ラウンドは始まります。一番最初に動くのはナキさん。どうしよう、まあ、何もできないんだよな、ちょっと待って、ね。そっか、戦闘技能が、はい、戦闘ラウンドですけど別に殴りかからなければいけないわけではない、やりたいことができます。なるほど。つわきちゃんの位置はどの辺ですか。どこら辺がいいですか。そうですね、多分気づいた目の前に私ですよね多分。あ、まあそうですね、じゃあ一番目の前にいます。下がってつばきちゃんを連れて下がりたい。つぼみちゃん、つぼみちゃん、つぼみちゃん、つぼみちゃんを連れて下がりたいです。はい、いいですよ、下がります。あわってつぼみちゃんも言ってます。つぼみちゃんこっち行こうって言って連れて行きます。逃げましょう、逃げないと、逃げましょうって言ってちょっとみんなよりごめんねって感じでちょっと先に下がります。はい、うんうん、L は続いて渡辺。じゃあ持っていた傘を、うん、日本刀で振ります。キリト君じゃん。まあでもさすがに傘はちょっとあれだからマイナス 20% ぐらいですかね。了解です。うん、なんか言ったりします？無言で切りかかります？なんか英語かなんかで話
あ話してあんた誰だってさちょっと言ってみたいです、うん、まあそもそも口がなさそうですね、うん、あうん、どうしようこれん、また殴りかからず忘れてた、うん、あっ、ちょっと待ってね、いや気にしないでください、はい、うわいいなんだ気にしないで、気にするよちゃんは、どうし、私は全然とりあえずこのミゴ、うわそうミゴ、ミゴどうしたらいいの、いや、いや PC はミゴなんて単語知らないんで、そう知らないわ何にも、そういう PL 発言なんですけれども、はいはいはい、このミゴを倒すべきかそれともここから逃げるべきかで迷ってます、うんうん、このミゴがなんで出てきたのかっていうふうなのが、そうだったよね、あなるほど、クサヤ投げつけようとか考えちゃってさやだ私のクサヤ武器にする気いやなんかこれ投擲振ってないでしょ確かに失敗するかもしれないファイアブレードで敵と交渉できるやつとできないやつがいるんだよね交渉もこいつは明らかに意味ないからそうハサミを振り回してるから多分敵意があるっていうのは確実なんですけれども、うん、敵意は倒してみた感じ、ああいやでも倒せそうパッと見はって感じですけど、うん、いきなりだってずっと仕掛けてるからそうだね正当防衛だ正当防衛だやってやるよ勝ち込みじゃこれ電車の中だから回避できないでしょこれあ、そう。まあ、そんな狭くねえよ。この場を去ることができないというか。ああ、まあ電車はまだ走ってますよ。うん、そうですよね。今走ってる途中です。次の駅で降りる感じか。単数で、まあ、ワンチャンって感じかな。ああ、なるほど、そういうことか。逃げ続ければいいんじゃないかな。それもありかな。逃げてみますか。進んではいますよね。その周りの景色とか変わってないですよね。変わってない。まあ変わったんだ。どう表現すればいいんだ。動いてる。まあ、動いてる。電車は走りながら中で戦ってるって感じですね。なるほど。まあ任せます。まあ、キャラ的な判断でいいと思いますよ。ぶっちゃけ。了解です。うん、とりあえず大事なんで。敵向かってきてるんだからやってやるや、うん、この野郎。俺は日本刀マイナス20で60じゃ食らえ。失敗はい、じゃあさすがにいきなりすぎてびっくりしたんでしょうね。あなたが振り上げた傘はなんかどっか手すりとかに引っかかってしまって、わこの怪物を殴りかかることはできませんでした。きえうわくそなんだこいつやるなこいつ何もしてないが向かってやるなこいつはい、じゃ次くるみちゃん、はい、いや気持ち悪いって言って組み付きと組み技合わせてます気持ち悪いって言いながら気持ち悪いって言いながらそう気持ち悪いけどみんなのこと守らなきゃは絶対あるからくるみちゃんははい、じゃあ両方判定してもらって両方成功すれば成功ということにします、はい、えっいけおーおーそう行くわよいけいけあっでは近づくことはできたんですけどちょっとねこいつ空飛べるんでふわふわふわと天井付近まで飛び上がられてうまくと組みつけませんでした。やだこいつ気持ち悪いわね。やだ舞いついてる状態ではないってことですか。そうですね。あの武道が外れたので攻撃自体が失敗したという扱いにします。はーい、はい、お次夏目、どうしよっかなってなったらとりあえず、そうね、今、まあ、拳も効くかどうかわからんから、とりあえず持ちこたえる精神で、次の号車の、隣の車両の、はいはいはい、扉を開けていきます。どんどん逃げていくように。なるほどね、わかりました。つぼみちゃんと椿さんをとりあえず逃がす形で、じゃあ確保します。待ってね、今接近してるのがこっち3人でこっち2人は離れていったってことですね。って感じですね。うんうんうん、OK、では続いてみごちゃんなんですけど、
え、みごちゃんは、え、そうですね、みごちゃん、隣の車両の方向へ逃げていった3人の方へ移動しようとします。何、妨害しますか。するわよ。します。誰がしますか。え、私もするわよ。くるみと、あ、どうぞどうぞ。いや、あ、何人でもできますよ。あ、じゃあ僕もやってみたいです。うん、くるみと渡辺が立ち塞がる。高野くんはどうする。あ、一応自分も OK。まあ、電車内に3人も横並びにされたらちょっと抜けるのは厳しいでしょう。で、みおくんは、抜けるのを、諦めたのか、その場に滞空してブブ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 って羽が鳴ってます。以上。おお。モロ終了。つぼみちゃん狙ってる？でつぼみちゃんは、つぼみちゃんも手番なんですけど、夏目くんが扉開けてくれて、つばきちゃんが手握ってるのでそのまま。つぼみちゃんの手握ったまま、逃げましょうって言ってた隣の車両の方へと駆け込んでいきます。はいはいはい、OK です。隣の車両まで離脱。次、高菜くん。嗅覚あんのかな。草屋か。草屋の瓶を投げつける。はい、がねえんだろ、口もねえんだろ。あるのは嗅覚だ。嗅覚あんのかな。嗅覚あんのかな。触手はありそうだけど、どうやって世界を認識してるのかはちょっと見た目からわかんないですね。はい、まあ投げてもいいですよ。草屋を投げます。これ、はい、投擲これですよね。投擲、はい、惜しい1足りねー。わわ、じゃあ惜しかったんですけどちょっと外れて、じゃあ天井にぶつかって瓶がバリンと割れて電車内が草屋の匂いでいっぱいに。いや臭いわ。ちょっとどこ撫でてんの。魚電車内に草屋の匂いが充満しますね。うおちゃん自分が育てた魚ちゃんでしょ。ちょっともうテンパっちゃってごめんなさい。みごちゃんは反応してない。みごちゃんは、あ、え、じゃあ、なんだろう、飛んでった瓶をちらりと見たんですけど、当たらなかったらどこ狙ってるんだって感じで向き直ったかと思うと、え、瓶が割れていきなり臭い匂いがして、もう一回振り返って二度見してます。臭いって何ですか。わかるんだ。ちゃんと嗅覚あるのね。もう二度見してますね。かわいい。怖い。はい。反応してて笑っちゃう。はい、一周回って渡辺さん。はい。じゃあ、ちょっとかな。ちょっとじゃあ草屋の匂いが臭いなって思いながらももう一回日本刀振ります。はい、どうぞ。はい。成功者。いけ。よっしゃ。じゃあどんな感じで攻撃するとかあります。普通に日本刀の代わりになってる傘でぶん、うん、殴るって感じで、うんうん、じゃあ大上段に振り上げて、渡辺さんは、傘をゼアーって感じでこう巫女に向けて振り下ろす。その攻撃は明らかに成功したはずでした。おとなし流奥義回転剣舞6連6連はい、6連6回殴りかかります。さすがに1回です。はい、じゃあまるで6度の斬撃を一度に込めたかのような恐ろしい力の斬撃が2号へと迫るんですが、渡辺さんの傘は2号に近づくことによって徐々に減速していく。そしてついには2号に当たる直前で完全に停止します。例えるならばそれは物理運動エネルギーが全て相殺されたかのような奇妙な感覚。これは旗から見れば、まあくるみちゃんとか高菜くんから見れば、渡辺さんが自分の意思で攻撃を途中でやめたように見えるでしょう。渡辺さんは今まで経験したことのない非常に奇妙な感覚を得る。3チェックが入ります。あらあらお願いします。お願いします。大好き。これ私組み合わせ、あーよかったわね。よかったわ。現象なし。で、この現象なんですけど、恐ろしく奇妙なことです。
戦闘中にこれをさらに仲間に伝えようとした場合は日本語技能とかに抵抗する必要があるでしょう。おお。じゃないと何言ってるか分かんないってことになりますね。私の日本語は95だ。ダンちゃんなんで攻撃やめちゃったのよ。いやちょっとちゃうねん、あのなんか自分の手番で行うってね。すごくてな。あれめっちゃすごい。自分の手番で行うべきものだからこれは納棺にします。あ、すいません。よかった、はい。いいな自分の手番で。はい。大調整大調整。ごめんなさい。危ねー。セーフセーフ。すごい。はい。じゃあくるみちゃんいきなりなんか身に打ちどころが寸止めしてましたした渡辺の隣にいるくるみちゃん。ダンちゃん？いやえ。あれ、まあでもなんか私たちがこうやって妨害してたらこう近づいてこないわよね。そうやね。どうしたもんかしらね。ここで足止めするために組み付きしたいなと思ったけど、なんか待機するっていうのもありじゃないか。まあ行動手番を遅らせるってことはできますよ。そうやね、ちょっといつでも動けるように待機しようかしらね、うん、はい。じゃあラウンド最後の行動でいいですか。あ、いいわよ。はい、では続いて夏目。まあ隣だけやと心配なんでそのまま奥へとじゃあ進んでいきます。まあ隣に合流するって感じですかね。合流してって感じですね、うん。では続いてみごちゃんなんですけど、先ほどから攻撃とかも特にせずにブンブンブンってこう上下移動してたんですけど、唐突にミゴちゃんの足元に穴が開きます。そしてミゴちゃんはそのまま下床の下にスーッと入っていきまして、あら、ああ、って嫌な予感するよ。うわ、嫌な予感するやっぱり。そうよね。うわ、隣の車両の天井に穴が開いたかと思うとそこからミゴがスーッと降りてきました。夏美ちゃんナイス判断すぎる。いや、ついてきてよかった。よかった、私も手番遅らせて。はい、置いてかれる人たちは隣の車両を移動するのにまた1ラウンドかかりますね。うんうん、で、みごちゃんの行動終了で、つぼみちゃんはあわあわしてます。逃げてたら目の前にみご降りてきて、あれ、ってなってます。はい、何を言ってるかわからねえが、俺も何が起こったかわからない。ふみちゃんは進路塞がれて手番終了。さかなクン。そのミーゴちゃんが行ったであろう方の車両に走っていきます。うんうん、あ、そうですね。まあ隣からつもみちゃんが、あ、なんかこっち来ましたよみたいな声は隣の車両からじゃあ聞こえました。うん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 、はい、むしろあれかな、床に開いた穴ってところ穴とこう天井を見上げたこっちの3人で目があったかもしれない。ああ空間がね、それで、うん、隣の車両に行ったんだなってことを気づけるかもしれないですね。おお、じゃあさかなちゃんにドア開けといてもらおうかしら。そうです、隣にみんなで行けるように、はい、扉を開けます。扉は開いてる。開いてた。じゃあそのままもう急いで。はい、じゃあこっち側に合流しました。はい。次が、椿さん。何しよう。それでね。そうだな。どうしようかな。どうしよう。それで、ね、今目の前にいる感じ、うん、いる、目の前に降りてきた、逃げてた先に当選簿するように現れました。つぼみちゃんの手を握って夏目さんの後ろに隠れます。夏目を盾に、夏目を盾にします。こんな感じですね。はい。はい、続いて行動を遅らせていたくるみ。みんな大丈夫って言いながら走っていきます。どさどさどさ、はい、では合流したところでラウンド終了して、ピンポンパンポン、次は赤切り駅お忘れ物にご注意くださいとの音声が鳴ります。次のラウンドの最後には駅に着くでしょう。ラウンド巡って
ラウンド巡って一人置いてかれた渡辺くん。いやみんなと合流します。はい、合流しました。またしたな、そんな感じいいですか。はい、でくるみちゃん、もうどうしようかしらね。組み付き組み技いきます。はい、どうぞ。おえい、おお、スペシャル。いや、あーあはい、じゃあ今の組み付けっていうタイミングで電車がガタンって揺れまして、あおおあっとっとっとってなってつるっと滑って手すりに頭ゴーンってぶつけて一瞬で出てください。あら痛い、もう何よこの電車ちゃんたら。もう1点食らってもまだ一番体力あるレベルなんだよな。強い、勝手に揺れないでよもう。はい、じゃあ縦にされた夏目、まあでもゴロゴロゴロって言ってるから多分前の方には出てるとは思う。ああそうですね。どうする夏目、自分に聞いてる。めっちゃ真後ろでしがみついてますよ、つぼみの回避もできねえ。じゃあつぼみをくるみの背中に張り付いてよ。あわわ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 、この状態か、守るわ。別に戦闘行動以外も何かしらしたいことがあればできますよ。鍵。鍵今。どさくさに紛れて。いや刺したら止まっちゃいそうだよな。うーん確かに。日本に心理学とか。精神分析がいいよな。精神分析一ある。一がみんなあるんだよ。なんだよなんだ。どうしよっかな。応急手当あでもあれか。痛いわ。なんか面白いことしたいな。戦闘ホームできるからね。そうね。うん。ああ。うん。どうしようどうしようって考えろ。何か面白い。じゃあまあ持ってたレインコートをはいバッと広げてはい、まあ何でしょう、目隠し的な、ああおどうやって使うの感じで、あの広げて見事にこう引っ掛けるようにこうかぶせるというか、かぶせようとするかぶせようと、じゃあバサッとかぶせようとしたマントはまあなんか風の抵抗でも受けたんでしょうかね、空中で失速して足元でパサッと落ちました。まあこんなもんか。夏目ちゃん何がしたかったんですか今。夏目ちゃん使えないわね。私が言ったことじゃないけど、はっきりと言った。まあでも縦にはなる気ではおるんで、私もよ。よし、じゃあみごちゃんは 1G2 で攻撃対象を決めちゃうぞ、はい、2なので夏目くんに攻撃しちゃうぞ、くたばれ、あ成功した、ああうわあ回避どうぞ、あ回避、いや高くてよかったデックス。あデックスが高いからといって成功するかどうかはわからないんで、いや成功するんで、夏目ちゃん2足りないが、あらららおーチョキチョキ4点痛い、あーいや痛いな、ね、スーツが結構バッサリ切られましたね、セクシーな体がそんな切り方じゃないと思うけど、そのこと言ってる余裕ない、4点結構あと2回くらい死ぬからね、4点あら小さい出てなければ興奮するとこなんだけどね、私も痛そうだからちょっとかわいそうだわ、はい、本能に忠実なやつしかおらん。痛そうじゃなくて痛いよな。あ痛いのね、うん、ごめんね、じゃあつぼみちゃんはくるみの背中に張り付きながら、誰ですかあれ、何なんですか、どういうことですかってみたいなことをね、なんか混乱してます、うん、大丈夫よって言いながらギュッてしておきます、
え、組み付きをしないわ。組み付きはしないわ。優しく包み込むわ。安心させるように包み込むわ、うん、あ、いや、あの前見た方がいいと思いますけど。確かに。じゃあ掴んでてもらうわ、背中を、うん、あ、そうですね、背中じゃあ掴んでますって。じゃあこう人差し指と親指で背中のほうつまんでます。うん、絶対守るわ。はい、さかなクン。さかなクンなんか面白い技能持ってなかったっけ、持ってなかったっけ。さかなクンが今な、何だっけ、ナビゲートとかで、ナビゲート。いやー、なんか、いや、なんかあなたから見たらこのミゴちゃん、なんかエビとカニとイソギンチャクを混ぜて足したような。確かにね。どうしたら、甲殻類。ああ、アイディアとか振ってもいいよ。あ、本当ですか。エビとカニとイソギンチャクを足して3で割ったように見えるかもしれない。もしかしたらさばけるかもしれない。あ、ちょっと羽生えてるからダメでしたね。羽はね、海の生物羽生えてないからね。このタイプはダメなんだね。はい。さばけなかった。はい。あとなんか入れてることあります？いやん、まあ、あの、なんだ、夏目さんとかくるみちゃんの方に並んで、うん、あのつぼみちゃんたちを一応守るような、はい、感じで、そこに行きます。かわりかわりかわりに行きます。それで大丈夫です。はい、じゃあ次、最後、椿さん、応急処置入ります。あ、はい、よかった。対象は、はい、おお、対象夏目さんで、はい、じゃあ 1D3 回復しますね。行きます。2件。おー、いや、ありがとう。いいえ、大丈夫ですかって言って、あの持ってた救急セットでビビッと苦しゅうない。まあ簡単な止血はできました。誰だお前は。ないちょっと顔はたきたい。夏目ちゃん1点ダメージ、またダメージ、またダメージ。夏目ちゃん、あんた笑い人じゃないでしょう。もう、はい、といったところで、電車がキキーと止まりまして赤切駅に到着したようです。つぼみちゃんは、そうですね、また椿の手を取って一目散に電車から降りていきますね。さらわれちゃうのね。椿ちゃん、なんか一緒に連れていかないと、なんか椿ちゃんぐらいだからやられそうなの、このメンツで。あなたたちはどうしますか、このまま一緒に乗ってますか。いいえ。いや、一目散に降りるに決まってるじゃない。最後にミゴに鞘だけ投げて逃げてもいいですか。いいけど。鞘をピュってなくない。じゃあ、あ、そっか、私が投げるわよ。じゃあ、なんで。いいけど。はい、じゃあ大きく鞘する。大きく鞘するわ。大きく鞘どうぞ。待って、投擲って初期値。待った、これ投げて、あのなんか速度が遅くなったらくるみちゃんなんかうわーってなる、産地チェック入ったりするんじゃない。あら、あ、よくわかりましたね。危ね。もう逃げよう逃げよう、余計なことする。草屋持って帰りましょう。そうね、あの草屋、もう割れちゃった草屋は私が持ってる予備のやつあげるから、もう逃げましょう、降りましょう。あ、逃げましょう、逃げましょう。まだ草屋のことかね。我が子なので。元我が子。ではあなたたち全員が電車から降りますと、電車の扉はシューッと閉まりまして、取り残されたミゴちゃんがあなたたちを眺める中、電車を発車していて、ミゴごと出発していきました。シュー、出荷よー。何だったのあれ。何なんですか、あのさばけそうでさばけないやつは。やっぱあれさばけない、ね、大丈夫。あ、なんか羽があるので、うん、食べる気満々やん。いや、くるみちゃんもなんか頭単行部できてますけど。あ、そうね、本当だわ。ちょっと衝撃で気づかなかった。こういうことはあれすればいいんですよね。大の痛いの飛んでけ、飛んでかない。ピチ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 。あ、痛い痛い。あれ違いました。なんかこんな感じでやってたんですけど。どうしよう。いや、でもその気持ちが、その気持ちが私だけ持ってたと。惜しいな。
みんな一応30持ってるけれども椿さんが一番高い。どうしようかな。今、ラウンド1終わってますよね。戦闘、ね、戦闘は終了しました。だから夏目さんももう1回行きますよね実際。いや1個の傷に、1回の傷に対しては1回までなんで。そうか、じゃあ傷目はもう回復できない。くるみちゃんにやってもいいですか、うん、どうぞ。よし、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、くるみちゃん、ちょっと待ってね。よいしょ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 。ありがとう。じゃあまあ全回復しますね。はい、お願いします。さすが椿さん、元看護師は違いますね。椿さん元看護師なんですか？そうなんですよ。多いですね。いやでもお医者さんですか？いやいや、応急処置くらいしかできないの。いやでも応急処置私できませんでしたからね。今椿ちゃんできるだけすごいのよ。いや、2人でも気持ちが嬉しかったわよ、うん、もうありがとね。もうというかそもそもあれ何なんですか？あれなんですけど、私ちょっと見たことありまして。え、あるの？え、なんか私追いかけてた変な黒い服の人たちいるって言ってたんですけど、それを人たちと一緒にあれいるのを見てまして。ただちょっとなんか言ってもちょっとなんか頭おかしい子かなと思われると思って今まで言ってなかったんですけど。いや、やばいやつらじゃない、その人たち。うん、だからちょっと逃げてたんですけど。いや、逃げて正解よ、本当に。うん、ですよね、多分あれやばいですよね。うん。うん、あ、よかった、出た、出た。とりあえず、みんな喫茶店に戻りましょう。そうね。うん、そうですね。そうそうそう。なんか安心したら、またお腹空いてきました。早く、ご飯、タコライス食べよう。オムライスって言ってるじゃない。いろいろ混ざってご飯まだチン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 一番ドレープオムライス子供みたいな。してきてここ人呼ぶんベルなんや。狭いのにそれか。じゃあ、あなたたちが来てたねと戻ってきましたね。素敵なオムライスを作ります。作ります。つぼみちゃんもこうナイフとフォーク片手にウキウキしながら待ってますね。オムライスナイフとフォークで食べる。あの置いてあったカトラリーをそのまま手に持ってるから。ドレープ君も隣で同じことしてでしょ。そう、ドレープオムライス作って、あのドレスみたいな形のオムライス作ってあげよう。なかなかオムライス好きなんですか？オムライス、僕はそうだね、魚入りのオムライスの方が。シーフードでいいかしら。あ、ありますか。シーフードだったらあるわよ、冷凍のが。あ、できたら、できたら入れてもらえたら嬉しいですね。本当魚に目がないわよね、ウオちゃんは。魚好きなんでしたら、私じゃケチャップでお魚かきますね。あら、かわいい。あ、かわいい。ありがとう。夏目さんはどんなのがいいの？じゃあ、ミゴみたいなやつで。ミゴみたいな、ミゴってなんだ。ミゴってなんですか。ミゴってなんだ。夏目ちゃんもおかしくなっちゃったのかしらね、ちょっと。大丈夫ですか、夏目さん。いや、みかんって言った、みかん。あ、みかんね、みかん好きなの。みかんみたいなオムライス。みかんとは。いや、ケチャップでみかん書いてくれるのかなって。あ、じゃあ、つぶみちゃんかけるみかん。みかんなんかボールになるような気しか、リンゴにしかならないような気がするんですけど大丈夫ですかね。こっそりこっそり、あのくるみちゃん、あのライスのやつちゃんとみかんの汁入れて作ってあげます。おいしいのかそれ。おいしいかな。なんかね、横に缶詰のみかん置くくらいしか思いつかない。いや、みかん入りよ、ライスが。いいんじゃない、グレープ切ったグレープでもデザートに添えればいいんじゃない。はい、どうぞ皆さん召し上がれ。ありがとうございます。ありがとうございます。早食いすぎ。ご飯じゃ HP は回復しないのかな。回復しないですね。確かにこの傷は二度と言えない。いや、食べてれば治りますよ。まあ、みかん、体休めないとね。みかん入りオムライスでも食べて元気出して。美味しいのかな。みんなまだお昼だからね。
確かに。もう夜まだ昼なんだ。まあ、と、まあ、外真っ暗ですからね。昼ご飯で、昼ご飯ですね。うん、よし、さかなクンが来ますねって言って、魚が入れます。おりゃー。ピュってなってドピャってなってたりするかもしれない。魚が頭が爆発した。ああかわいそう。殺人現場か。これは探偵の力が必要ね。殺人現場だ。犯人はズゴミちゃんよ。大丈夫、ミノカサゴみたいにね、こう爆発したみたいな魚もいるからね。やればいいかも。なるほど。どういうことにしますか。立派な可愛いミノカサゴだね。いや、いいフォローするじゃない、おーちゃん。まあ、いろんな魚いるからね。はい。じゃあまあそんな感じで、ちょっとさっきまでちょっと戦闘があったとは思えないような和やかなムードで、お昼ご飯を食べてますと、うん、そうですね。じゃあつぼみちゃんがこうなんだろうな、こうなんか、なんかおっかなびっくりみたいな感じで声を出しますね。あのさっきの怪物もそうなんですけど、私ちょっとまだ皆さんに言ってないことがありまして、嫌じゃなければ話してみて。その皆さんちょっとあの私の演技がうますぎて気づいてなかったと思うんですけど、あの私実はつぼみって名前じゃなくて、そうなの。なんだって。あ、やっぱ気づいてなかったですよね。びっくり、全然気づかなかったな。気づかなかったわ。めっちゃわかった。ニコニコしながらうんうんしてます。いや全く気づいてなかったと思うんですけど、いや実はこれあの偽名みたいなやつでして。あら、どうしてこれを。いやー、まあ、なんでしょうね、なんて言ったらいいかよくわかんなくって、まあそれになんかその場にあるもので名前考えるのもかっこいいじゃないですか。まあそうね。そうだね。探偵と。コナンくんかな。なんか影響されてるわね、アニメに。ちょっと憧れてました。そういう時あるわよね。まあ、じゃあ、俺の名前も偽名やしな。どうなんですか。あの、関西人の言うことあんま信じない方がいいわよ。そうなんですね。まとめられたな、関西人。なんや、足もだいぶ大きくなりましたけど、大丈夫ですか。関西人に対するヘイトか。いや、今ここにいる関西人の話よ。誰にいるね。誰にいるけど。本当の名前はじゃあ、まあ、夏目雄介。夏目ちゃんじゃないわよ。つぼみちゃんの本当の名前を聞いてる。私じゃなくてですね。で、つぼみさんは。つぼみちゃんじゃなくて。名前は。ですね。私のことは、ロシュと呼んでください。ロシュ。はい。ちょっと言いにくいかもしれないですけど。ロシュちゃん。それは、どうして名前を隠してたの？どうしてでしょう。なんかさっきまで危ない人に追われてたみたいなところもあって、名前名乗ったの一番最初でしたから、なんか言わない方がいいかなって。確かにね、いきなりこんなね、ちょっと一回つぼみちゃんって言っちゃったら、いや実は違うんです、なかなか言い出しにくくて。そうよね。じゃあ信用してくれたのかな。そうですね。じゃあニコって笑います。ありがとう。嬉しいね。皆さん協力してくれましたからありがとうございます。どういたしまし て, とはいえ見つからなかったんですけどねって、こうシューンってじゃあ沈みます。そうね。一体どこにいるのかしらね。まだ見つかるよ、きっと、きっとどこかに。なんか行方不明になったとかじゃないから、ね、きっとさっき、ね、今日手に入れた情報の病院にいるのかもしれないし、この辺にいるのかもしれないわよ。そうですね。レシートもあったし、ね。午後からはどんな感じで調べましょう。午後からも手伝ってくれますか。もちろんよ、当たり前じゃない。ありがとうございます。でもそうね、ロシュちゃんを連れて、ロシちゃんここでポイントもいいんじゃないかしら。
え、いや私探したいので行きたいんですけど。ああ、そっか。うん。なんか電車移動が危険な感じしないかしら？そうね。まあ。それがするわ。さっきの変なやつも。うん。なんか外までは追ってこなかったしね。おお。ああ確かに。それに、うん。そうね。なんかロシちゃんのことを狙ってたような動きだった気がするのよね。わかるわそれ。だって私たちが当選簿してたのに、なんかワープしてそっち行っちゃったじゃないね。確かに。まあそれにそうですよね。ロシちゃんを追ってる男の人たちと一緒にいた生物ってそうなのも、うん、まあ追わせてるのかもしれないですね。そのわかんないですね。あのロシちゃんどうしてどこなんか追われているってのわからないと思うんだけど、うん、そうなんです。どこから来たかはわかる？あと、うん、山の方ですかね。山の方、うん、山。その前の記憶とかってあるの？あすいません、それは言えないんです。言えない、うん、神様とお約束してまして。神様、だからその手伝ってもらってるのに悪いとは思ってるんですけど、その ごめんなさいペコって頭下げます。そう、まあ言えないのはね仕方ないけど、うん、そうですね、言いたくないでもな、言いたくないでもなく、ごまかせでもなく言えないと言いましたね。ああ言えない、うん、言えない、まだ好感度が足りないとかっていう感じじゃなさそうです、うん、そう、神様との約束っていうのがあるから言えないのよね、多分。そうそうそう、そうか、まあ言えないことね、あなたたちを信用してから言わないとかそういう感じじゃなく言えないっていうような雰囲気がしますね、うん、やっぱり言いたくても言えないっていう雰囲気。ロシちゃんはどこかそういう神聖なものと関わりがある気がするのよね。そうね、神秘的な雰囲気もしますもんね。またなんか降りてきてる。この辺ですかこの辺ですかとか言って神とか持ち上げてます。そうよね、そう、神持ち上げなくていいよ。サラサラの髪すごいいいわよ。なんかこう片手でこう肩からこう髪ファサーってやる感じ。綺麗な髪してるわ。それは本人には言っちゃいけない。どうかな、神秘的でした今。とてもとても可愛いよ。そうでしょう、そうでしょうって。じゃあうんうんしよう。首の後ろのことは本人には言った。そういえばロシちゃんってと教授と文通してたって言ってたよね。そうですね、文通で会ってると思います。どんな感じで始まったの？どんな感じで始まったの？なんで文通始めたの？最初に教授からお手紙が届きまして、へ、うん、それにお返しして、お返しのお返しをもらって、お返しのお返しのお返しをって感じですね。最初はどういうお手紙もらったの？これは多分言えないに含まれるんじゃないかなとって、こうなんか申し訳なさそうな顔になります。言えない。神様とちょっと関係があるのかしらね。そうですね、ちょっと柏田教授に会いたいってお願いを叶えてもらったんです。まあまだ叶ってないんですけど、会いに行くことができたって感じですかね。なるほど。わからないことだらけね。神様とは実際に会ったことがあるの？そうですね。その神様ってさっき電車で会ってきた、いや、あんなよくなんかよくわかんないエビとカニとイソギンチャクと蝶々混ぜたみたいなやつじゃないですね。あ、じゃあないんだ。ちゃんと人間みたいな形してる神様なのかしら？どうなんでしょう、形はあるのかな、形ちょっとごめんなさい、あんまよくわかんなくて。そうなの、そっか、とりあえずそうね、
他に聞きたいことあるかしら。うん、まあとりあえず次どこ行くかですかね、うん、そうね、やっぱり病院かしらね。うん、なんか教授病院のなんか調べてたみたいな雰囲気ありましたもんね。うん、足跡をたどれるかもしれないですね。産婦人科とか、あとは図書館でさっきの、うん、あのアルベールプロジェクトとかそういう風なの、うん、ああね、あ調べてみる、うん、ニートン化学工業とかね、うん、うん、あとついでに教授がこの辺の中あの企業を建ててるって言ってたから新聞とかもないかしら。まあ図書館には保管されてるでしょうね。うん、うん、うん、なんか地域新聞とかにもなんか載ってるんじゃないかしらね、うん、地域新聞、うん、確かに、うん、じゃあ縦に分かれる図書館と病院で。そうね、うん、ロシアは病院に行った方がいい気はしますけど、そうですね、図書館にはあんまいないような気がしますし、うん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 、どうしましょう。車移動ってなっちゃうと、そう、まあ途中まであの車で送って帰り拾うみたいなんとかでも、あ、そうね、いいし、いざとなったら電車っていうのもありっちゃありかもしれない、うん、まあロシちゃんがいなければ電車でも問題ないんじゃないかな。そう、そう、うん、それはそうだと思う、うん、そうかもしれない。そう、戦闘になったらまた怖いというか、うん、あれだもんね。PL 会議なんですけど、はい、はい、あ、はい、はい、夏目くん行かなくていいの？自然公園。いや、自然公園も行きたいだよね。あ、でも、ね、私からは言えないのよ、分かんないから行きたいけど、まあ、何しに行くの？鍵穴のどの刺すのか刺さないのかとかね。そう、うん、機能停止しそうだよね、刺したら。なんかそんな感じもする。うん、いや、図書館行きたかったんやけど、うん、でも5人おるって考えたら、うん、そうやな、公園行ってもいいかな。まあ何しに行くかだけど、公園、一人で公園に一人で。なるほど。いやだ、いや、まあいいけど、最後にみんなで行くべきなのかな。なんか、その公園に行くにしても目的がまず全然ないから、確かにね、それをちょっと図書館で調べようかなっていう感じだった、うんうんうん、あ、じゃあ夏目ちゃんは図書館でいいんじゃないかしら、ね、うん、図書館は行くかな、うん、そう、自分も図書館多分行った方がいいと思うんで、図書館に行きます。うん、私どうしようかしら、本読むの慣れてるんで。うーん、多分椿は唯一女性だから、うん、産婦人科関係って言ったもんね、病院も。確かに、うん、確かに。じゃあ女子組で行こうかしら産婦人科。あ、ゆい、ありっちゃあり、ありっちゃありではあるけど、戦闘になった時に、あの2人、女性2人はちょっと2人にしておけない気がするのよ、私は。ダンが、うん、じゃあもう全員車乗ってってなると、そのダンが図書館に行くと、うん、そう、産婦人科まで行ってロスがすごいみたいな、そう、ロスがすごい。あ、じゃあダンちゃんだけ、あの2人図書館で、あの夏目ちゃんとウオちゃん置いて、あの送ってくれればいいで、産婦人科行ってもらう。地図があるので電車移動じゃない、車移動はできるようになったんですけど、うんうん、浸水してるところを迂回していくので、車移動は結構な時間がかかると思ってください。ああ、なるほど。まあ、今は、まあ、まあちょっと遅れるぐらいでいけると思いますけど、うん、このまま雨が降り続ければどんどん目的地までにかかる時間は増えていくと思ってください。そうですね、だから行くとしたら一方通行だと思うから、うーん、このね、川を中心にどんどん水に沈んでいくからね。あ、なるほどね。じゃあ逆に今のうちに、が図書に行って、うんうん、渡辺くんが病院、逆転する。なるほど、私、うん、私図書館行って役立つかしらね、まあ、って感じだけど、
まあそれこそまあ日本刀を持って行ってもらってそうそう産婦人科に日本刀を積もって大丈夫かな。あ、私図書館行って役立つか分かんないわよ。そうだね、図書館機能を持ってるのは渡辺か。そうなのよ、私56しかないから難しい。そう、椿も図書館なんだよね。別に全員で病院行って全員で図書館行ってもいいんだけどね。そう、あ、時間が不安だなっていうか午後だし、うんうん、そうだから情報が欲しいから手分けする必要はあると思うのよな、うんうん、まあいいですよ手分けしても。あ、もしくはロシちゃんがいるから産婦人科行けなくはないんだけど。うん、どういうこと。ロシちゃんさんは、そう、ロシちゃんがそのなんかこうお母さんのちょっと出生とかを調べるためにみたいな感じで行けば行けなくはないと思うんだよね、うんうんうん、椿がいなくても。まあ何とでもそこら辺は何とでもなるでしょう。うーん、ではこの組み合わせでいいですか。うん、はい、僕は OK です。いいと思います、はい。では移動手段はどれを使いますか。そうですよ、そこよね。なんか川が増水して橋が使えなくなって、うん、ってなると橋だけじゃないですけどね。あ、なんかなんだろう、あ、地理的にへこんでるところの道路は全部使えなくなって車では移動できなくなっている。あ、浸水しちゃうんですよね。そうそう、でけえ水の割になってる、うん。まあ、これは PL だけど、うん、はいはいはい、渡辺くんが運転したいかどうかかなって、うんうんうん、そうね、このシナリオは別に運転自動車推奨ではないので。なるほど、うん、それで決めていい気がして、うん、運転ちょっと多分荷物とか日本刀とか車に入れちゃうと、うん、入れて、うん、で、あの車をそこで使えなくなりましたってなったら、うん、多分、あ、まあでもなんとかなるっちゃなんとかなるかもしれないか、うん、電車でもいい気もするけどな、うん、一回見てるし、うんうん、まあ怪我してるからちょっと不安要素かなっていう、うん、うん、まあ2回復してるからね一応、それにロシちゃんの方にもしもそのミゴたちが出るってなるとしたら、うん、夏目くんはまあ、あの、そう、また縦に、そう、ね、別になって、ちょっと縦にして、でそっちの方はくるみちゃんを縦にして、なきさんが後ろからヒールしまくればまあ、あ、まあ、ね、そうよ、避けられればいいんやけどな、なんか、ね、当たらなければどうということはないんで、そうそう、うんうん、じゃあこれで行きます、電車じゃないかな、そうしますか、ではあなたたちは、うん、お昼ご飯を電車に乗ってそれぞれの目的地へ向かうことになるでしょう。一旦ちょっと休憩挟みますか。はーい。はーい。